何ローソンの肉じゃが？そう、買ってみた。あ、そういうこと。美味しいの？分からない。あ、食べてない。食べてない。和がらし、唐辛子じゃないの？は？そんなのないの？うん。和がらし。買ってない。納豆に入れたら美味しそうな感じ。合わなくはない。え、ていうかいつも入れてんじゃんの。でも味がないもん。ついてるやつ。ついてるやつ。ほとんど。なんか味が薄いもん。じゃあわさび入れてみるか。わさび入れたら辛いんだよね。鼻に抜ける。納豆食って涙流す。涙流しながら納豆食って。そんなに入れないっけ。すんごい鼻にくる。入れすぎ注意。あんまりわさびを入れないよね、そういえば。からしだね、納豆。最近刺身食べてないから。なんだっけ、わさびもあんま使わないの。ちょっとこれは辛いかもしれない。鼻にツンとくるな。よし、今日は立憲民主党代表枝野坊の同棲を見ます。なんで？え？なんで？なんで枝野さん選んだの？今ちょっと見てみたいと思って。そう、ただ単純に。そう。何してんだろうね、立憲民主党って。うん、確かに分かんない。何にもしてないんだろうけど、なんか良くないイメージしかない。分からない。でも知ってないから何とも言えない。まあ何かやってんだろうけど。そりゃそうだと思うけど。街頭演説、in金沢駅。兼六園愚痴。大変お待たせをしました。ただいまより立憲民主党凱旋活動をこの場所をお借りしまして開催をさせていただきます。本日司会を務めます県議会議員の市川正幸です。どうぞよろしくお願いいたします。我々立憲民主党は9月に旧民主党、そして旧立憲民主党、そして旧国民民主党、それから無所属グループ2つを加えた総勢衆参合わせて150名の多くの国会議員が集まっている方もいらっしゃるかもしれません。なんかそしてまたこんな張り合いがなくてもいらっしゃるかもしれません。
でも結構です。私たちは県民市民国民の皆様と共にこの道しか来た。第2次安倍政権ができてから約8年、安倍総理にこの道しかないなんて言わせる政治を許してきてしまいました。民主主義というのは選べるからいいが、こっちがダメだったら、こっちがちょっとおかしいなと思ったらこっちを選ぶ、選べるから皆さん選挙があるわけです。選ばれないんだろ。その選択肢を皆さんにしっかりと示してくることができなかった。笑うわ。このできなかったって言って8年近くの間のやれよ、さまざまな経緯を乗り越えて今この状況だからこそきちんともう一つの選択肢を皆さんにきちんと示さなければならない、そう決意をして今回合流を呼びかけさせていただきました。結果出せ結果を。多くの皆さんにご理解をいただいて9月15日新しい立憲民主党をスタートさせることができました。あ、そう。これまでの日本の政治は安倍さんだけじゃありません。その前の小泉さんの時代が一番わかりやすかったけど、昨年亡くなられた中曽根元総理の時代のことから官から民へ、民間でできることは民間で、その後ろにあるのは何なのか、自由に競争すれば世の中良くなるんだ、こういう考え方でずっと来ませんでしたか。この国は競争すれば良くなるんだから、競争の邪魔をするような規制はないほどいいんだ、国のものもどんどん民間に売っ払って民間に出せばいいんだ。正しいんじゃない。その結果皆さん本当に良くなりましたか。残念ながらこの間国と地方の格差は広がっています。個人の間でも格差は広がっています。当たり前です。競争競争と競争をすれば勝つ人もいれば負ける人もいるんです。勝った人はいいかもしれないけど負けた人はどうなるんですか。競争をずっとすれば最初は勝ってた人、勝ってる人同士でまた競争するからどん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 勝ち組が少なくなっていくんじゃないですか。それに対して自己責任だ、自分が悪いんだから仕方がないだろう、そういう社会に残念ながらこの国はなってきてしまった。その結果今年新型コロナウイルス感染症というのが襲いました。競争をどんどんさせればいいんだから役所なんか小さいほどいい。その結果何が起こりましたか。保健所が足りなくて皆さんの中にもご家族や知り合いの中にも高熱が出て保健所電話したけど検査してほしいのに電話つながらない、そんな方いらっしゃいませんでしたか。声優の方が保健所の皆さんサボってたんじゃないですよ。不眠不休で仕事してたんですよ。どうやろう。さあ病院は育児には PCR 検査で陽性も出ても熱が出てもちょっと待っててください。病院で受け入れるベッドが足りない。そんな状況全国で起こったじゃないですか。退屈だな。なんかもう新型コロナウイルス感染症の対応のためになんかバーンって言えばいいのに、病床を開けなきゃならないと言ってガンで急いで進出しなきゃならない、所得倍増しますとかさ、そしたらみんなえって聞いてこうしたらできますとかってね、ちゃんとやればいい、言えばいい。遠くまで運ばないと受け入れてもらえなかった。まさに命が脅かされた、そんな状況になりました。命の問題だけじゃありません。高齢者の皆さんの介護、保育所、放課後児童クラブ、何言ってるのかわからない。もう避けられませんでしょ。もうね、集中力が欠けてきた。リモートで仕事できませんでしょ。特に高齢者の皆さん感染したら命に関わる、どうでもいいことばっかりだろってんだもん。ただでさえ苦しいのに現場に幸せをしてサービスが受けられない、そんな状況になりました。あ、そう。この金沢北陸新幹線ができて首都圏からも便利になってたくさんの観光客の皆さんが来ていました。
今年は東京オリンピックもある。オリンピックで東京まで来てくれた外国人観光客もきっと金沢まで来てくれるだろう。当てにしていた、期待をしていた方たくさんいらっしゃったんじゃないですか。そこに向けてお店を、宿を拡大しよう、実際に投資して拡大した方もいらっしゃるんじゃないですか。残念ながらそれどころじゃない状況になりました。その結果商売が続けられなくなっている人周りにもいませんか。店を閉じちゃった人いませんか。その人は競争に負けた自己責任なんですか。違うでしょ。自分の力ではどうにもならないこと、新型コロナウイルス感染をしてしまった人もそうだ。その影響でうまくいくはずのご商売がうまくいかなくなった人も、店を閉じざるを得なくなった人も、仕事を失ってしまった人も自己責任なんですか。誰も自己責任なんて言ってないけどね。民間でやらせないんだ。規制なんかいらない。役所は小さければいい。私も15年くらい前まではその支流場に乗ってました。その反省も込めて、いや、あえて言えば昭和の時代はそれでもよかったのかもしれない。でも平成の30年間を経て日本はますますお年寄りの多い社会になった。少子化の中で子供を産み育てたいと思いながらそれができない社会になった。競争の結果、都市と格差、地方の格差がどんどん開いて地方で暮らしていくのがなかなか難しい時代になった。そんな中で未だに昭和の時代の30年も前は競争だ競争だ、自己責任だ、もう時代遅れなんじゃないですか。皆さん何言ってるんですか。何が豊かだと思ってるんだろう。それを示せないとね。人間、自分の力だけではどうにもならない時がある。年を取ったら誰だって体は若い時と同じようにはいかない。自分の力だけではどうにもならない時のためにこそ政治はあるでしょ。役所はあるでしょ。並べ立てるじゃん。その政治と行政の本来の役割を取り戻し、道徳的にとか互いに支え合う社会を、その支え合いをしっかりと政治と行政の責任で支えていく、機能する政府をしっかりと作っていこうという、もう一つの選択肢を皆さんに提示をさせていただきたいと考えた今回。言えよな。もう何が言いたいのか分からない。どうやって支え合うか具体的に言えよ。具体的に全員年収400万以上を目指しますとかさ、具体的に 言わないとさ、全然言ってることが分からない。金沢来れるじゃないですか。安心して大見一丁でいいんですかね。私も5、6年前にあそこで全世帯年収500万を目指しますとかさ、検査して陰性だと分かったらそのためにはこうしますとか言うんだったらいいけどさ、観光客戻るはずないじゃないですか。何言ってんの。もう言ってることがよく分からない、意味が分からない。もうもっと人を増やしましょうよ。医療も介護も保育も、そして放課後児童クラブの障害福祉もどんどん人が減らされてきた。だからだよ、こうしたところで働いてる人たちがちゃんと安心して働ける、安心して働けるということは希望をすれば家族を持ち子供を産み育てることができるくらいの給料をちゃんと払う、そういう社会保障にすれば今のように寝たきりになっちゃったけど介護を受けられるかな、感染したかもしれない、高熱出たけど検査を受けられるかな、こんな不安な社会じゃなくなるんですよ。互いに支え合うための、命や暮らしを守るための、必要な時に欠かせないサービスをしっかりと担ってくれる人たちの暮らしをしっかりと支える、そうした人たちは都市一極集中じゃないんです。田舎に行けば行くほど高齢者の比率高いから介護の必要性高いんです。医療の必要性も高いんです。そういう方が身近でちゃんと医療や介護を受けられる、そのサービスを提供する人がしっかりとその地で暮らしていける、こういう社会にしていかなければ一極集中変わらないじゃないですか。じゃあどうやって進んだって話をしろって。地方を転勤していくというのは地方をそれぞれのところで生まれて育って老いていく、そのことをちゃんとどこに住んでいても支えていける、そういう政治を作っていくことだと私は思うんですが、皆さんいかがでしょうか。みんな否定できないんですよ。みんなそう思ってる。みんなそう思ってるんだよ。どうやるのかが問題だ。5年くらい前なんです。もう意
味がわからない。みんなそう思ってるさ。どうぞ。かなり政治やるつもりあんのかね。回らせていただきました。願望だけならみんな言うことで、農業、水産業、林業やっていただいてる方が競争では勝てません。大変不利な地域の中で一次産業に携わる。こういう一次産業は、農業や水産業や林業はいらないんですが、競争だ競争だ、小さな政府だ、自己責任だという社会は、そういったものは競争に負けたら消えていっていいという、そういう政治です。いい加減やめませんか。世界との競争には勝てないかもしれない、でも日本列島を津々浦々で山の斜面切り開いて、だんだん畑の棚田を作って、そこで私たちの食を支えて何百年とやってきてくれてる人たちがいます。森があるから、緑があるから、山があるから、実はその水を蓄える力で災害を抑えてきてくれた。緑があるから我々は酸素が吸える。水産業をはじめとして一次産業が頑張ってるから、水が空気が保たれている。本当に地方の活性化というんだったら、こういう仕事を津々浦々でやってらっしゃる皆さんが安心して仕事を続けていける。お子さんやお子さんが厳しい仕事だけど、でもふるさとを守るためにこの仕事つきたいんだと言ったときに、親がおじいちゃんおばあちゃんが、この人知ってる、安心して昔子供や孫に、ずっと昔、ありがとう仕事ついてくれるんだ、助かるわと言える、それが地方の地域を活性化するってことじゃないですか。弁護士やってたんだよ。そうだね、うん。残念ながら菅総理、暴力革命を統合する集団、今中小企業は多すぎるから、もっと脱力投資でいい、その目的を達成するために、遅れるために、テロも辞さないって思想が全然違うじゃん。今とそこには実は長年のノウハウや人間関係やいろんな蓄積があるんじゃないですか。こういったものをしっかりとどうやって守っていくのか、これが政治の役割じゃないですか。助け合いとか言ってるじゃん。今私たちには今申し上げた通り、それぞれ今までのやり方とは違うもう一つの選択肢、そのための具体的な政策があります。ぜひ私たちをもう一つの選択肢として認めていただいて、ぜひ比べていただきたい。なんと暴力、暴力革命をゼットしてたからね、昔、当時で。私はその自信があります。だから今回の決闘を呼びかけました。今取り下げてるんだけど。与党が強いところだと言われています。でもそれは、こないだまで与党が強いところだったことにすぎます。幸いなことに近藤春日さんという、今日ね、近藤さん代表選挙でなくてよかったなと思って、私の前に私より立派な演説されちゃってどうしようかなと思って、こんな立派な若い仲間が大変厳しい選挙区、そこでちゃんと巨大なの大接戦まで行って、もうちょっとで小選挙区で勝てるところ、そこまで戦い抜いてくれてるんですよ。もう時代やっぱり変わってるんですよ。この石川一区で、相手有名な方ですからね、なかなか大変、でも26歳、私ね、若い、自民党の総裁選挙に出たら、私なんか圧倒的に若くなるんです。まだ56ですからね。でもね、30も若いんです。勇気持って立ち上がってくれば、しっかりしてるでしょ、新人にしては、もう。こういう仲間がね、出てきてくれる、出てこれる。数年まだあるんです。政治のこう水面下のところは変わり始めてるんですよ。もうあと一押しなんです。近藤さんが1年以内なら衆議院選挙で、小選挙区で、この間ですら大接戦だったんだから、きちっと皆さんの力で勝ち負かせていただく。そうすると、一区で、比例代表で、まずはバッチをつけるというところに持っていくことができる。十分にこの石川から2人の衆議院議員を出せる。そういう状況まで、実は水面下はだいぶ変化をしている。
あともう一押しか倒すというところ。でも急がないといけないんじゃないですか、皆さん。新型コロナウイルス感染症の影響で中小企業がまだまだ倒れる。命のリスクを、危険をみんな感じざるを得なくなっている。本当にこのままダラ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 と昭和の成功体験に引きずられて、30年前も改革って言ってたんですよ。30年前も規制緩和って言ってたんですよ。30年経って今までに同じこと言ってるんで、そもそもずれてませんか。もう時代は変わったんです。支え合いによって安心できる社会を作りましょう。そのために役に立つ機能する政府を作りましょう。その先頭にこの石川県はなってくれる。それを担える若い仲間がいる。ぜひ皆さんの力でこの石川から新しい時代の流れ、そこに向かっての大きな一歩を踏み出していこうではありませんか。そのためにはあなたの力が必要です。あなたの力が必要です。あなたの力が必要です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして、この場所をお借りしまして行いました街頭演説会、終了させていただきたいと思います。正義が貫かれる国なのか、国民一人一人を自らに。ありがとうございました。政治に私たちは見えていますか。見えない。こう問いかけられた学生さん、退学後を考えて明日の暮らしをどうしたらいいんだろう。先の人生の見通しなんか全く見えない。生活困窮者の支援をされてきている団体の幹部の方、もともとギリギリのところで生きてきた人が多い。受け皿がもうパンクしそうだ。森友学園事件の決裁文書書き換えを指示され、自ら命を絶った。真相究明を求めるご家族が声を上げ続けている。問われているのは日本というこの国家の社会の正義そのものである。たった一人で傷つきながら、あるいは周りの皆さんと力強くつながって政治を変えようと立ち上がり始めた人たちがいます。いや、実はこのコロナ危機の前からそうした皆さんはいたんです。今必要なことは社会のさまざまな現場で上がる国民の皆さんの声、それに真正面から応える政治だ。コロナウイルス感染症のヒアリングなどを通じて国民の皆さんとつながり、背中を押されて戦ってきました。国民の皆さんとつながってきた経験が今ここに立憲民主党を生み出したと思っています。今こそ国民の皆さんに選択肢を示す、過度に競争を煽る行き過ぎた自助と自己責任を求める新自由進化、支え合いの社会の公文書が改ざんされ真相が闇に葬られる国なのか、公文書が正しく管理公表され正義が貫かれる国なのか、国民一人一人を見ない政治家、現場の声と共に行動する政治だ。あなたの苦境はあなたのせいではない。政治はあなたを見て共に現実を変えていくために政治は存在している。小学世代に生まれたら、女性に生まれたら、セクシャルマイノリティに生まれたら、頑張っても選べる未来は制限されている。そんな社会はおかしいです。諦めてはいけないです。長く続いた政治への諦めを今日から終わらせる。誰もが安心する支え合いの社会、責任ある機能する政府、対話の成功ある社会、国民の皆さんが主役です。国民一人一人の顔の見える政治で共に戦いましょう。私には、立憲民主党には国民の皆さん、あなたの力が必要です。一緒に対しましょう。Yeah.
ちゃん、退院おめでとう。父さんの工場を継いでもう5年になるのかな。深圳発チャイナテック、今日のテーマはデジタル人民元です。デジタル人民元というワード、日本のニュースでもかなり、はい、聞くようになりましたね。そうですね。ただ中国ではですね、実は連日デジタル人民元が新しい情報が出ているんですけども、ね、はい、ですね、ただ、公式の発表と噂程度のものと、非常に錯綜していまして、その中からこう信頼できるものを、重要なものをピックアップしてお伝えしたいなと思って今回の動画にしました。はい、我々のね、地上波のニュース、モーニングサテライトですとか、ワールドビジネスサテライトの、たびたびこのテーマをお送りしてますけど、今日は、どういったことを、はい、この3つのテーマに分けました。テーマ1としてデジタル人民元って何なのか、はい、でテーマ2、中国の野望、人民元経済機会、確かにね、一帯一路とかね、中国は最近いろんなところを取り組もうと、そうですね、非常に進展になってますよね。でテーマ3は、脅威はすぐそこに、現地の最新情報から読み解く、はい、この動画ではですね、このテーマ1と2までお伝えしたいなと思います。何をしたいんですか、人民、はい、佐野さん、この私たちが普段持ち歩くのって、こういうお金ですね。そうですね、人民ですね。そうですね、大体前提はさ、ですけども、これをね、スマホでも使えるようにデジタル化したものっていうのが前提なのに、はい、アメリカから見放されようとしてるのに、人民元の価値なんか担保できないんじゃないの、これが。バカじゃない。これがデジタル人民元の頭悪いよね。アプリとして、といってもまだ実用化はされていないので、この画像はあくまで開発中の画面です。そのまま、はい、モータルコースの、ここに。そうですね、非常に象徴的といいますか、ちゃんとしたお金なんだなという印象がありますよね。はい、で、あと使い方なんですけども、イメージはスイカあるじゃないですか。はいはいはい、スイカってピッとこう支払ってチャージしてっていう感じですけども、それに非常に似てまして、ここ見えますかね。ここにね、0.00、これ残高なんですよ。例えば100元お金をチャージすると、ここの残高の部分が100元っていうふうに表示されてるんですね。あとスイカとちょっと違う点っていうのは、カード、スイカの場合こうカードをピッとタッチして払うことが多いですけども、この、デジタル人民元のアプリの場合は、QR コードを使った支払いというのがメインの機能と言われています。それがもう一つの画像がありまして、これも同じアプリの別の画面なんですけども、ここにね、中国語なんですけども、スキャンっていう機能が書いてありまして、今ご存知、中国ではですね、どのお店でも支払い用の QR コードというのを店先に置いてあって、それをこのアプリでパッとスキャンして、支払う金額を入力すれば支払いが終わる、はい。日本でも QR コードペシャルで出てきて、これは長らくも使ってませんけど、ペイペイ、はい、ね、いわゆるこう、クレジットカードとか、口座と紐付けして、これで使うという形ですね。これが結構ね、電子マネーとしては一般的ですよね。そうですね、はい、もうまさにそのペイペイとかそれあたりの使い勝手に非常に似てるのがこのデジタル人民元、はいはい、デジタル人民元が他のそういう電子マネーと全く違う点というのがありまして、はい、でそれがこのデジタル人民元は中国の中央銀行が発行しているお金なんですよ、ね。アリペイとかはいわゆる僕らは銀をチャージするという形ですよね。そうですね。ですから、これ自体、これ自体が貨幣じゃなくて、あくまでこの中に、元をチャージして使っていくという形ですけど、これは違うと。そうですね。はい、もうおっしゃるように、そのスイカとかアップルペア、ペイペイっていうのは、電子マネーっていうのはあくまで、民間企業が提供する、便利な決済手段の一つであって、このデジタル人民元というのは国が発行する貨幣そのものと。そのものが、そうです。なのでこういうね、お札みたいな実体がないので分かりにくいんですが、それと全く同じ価値、地位にあるものなんですよ。だからありえないんですけど、例えばスイカなんか持ってると、ね、仮にですよ、ないと思いますけど、JR が潰れたら、じゃあスイカどうなるのってなるわけですし、そうですね、アリペイの運営会社が潰れたら、アリペイに入ってる今、僕のお金はどうなるんだってなるわけですけど、いわゆるこれは国の中央銀行が作ってるから、そういうことはない。そうですね、円とか元っていうものは、信用がなくなるとか、非常に考えにくいということで、
他の電子マネーとは全く、まあ、立場が違うということですね。あとはですね、あの他の電子マネーとはちょっと違う機能もありまして、菅野さんね、この実際のお金、はい、お渡しします。はい、あ、さっきの昼飯代ですね。そうですね、はい、ありがとうございましたということで、はい、渡すとですね、はい、まあ、これで取引完了もらうだけでね、はい、ということですね、はい、つまり、まあ、国のお金っていうのはこうやって簡単に取引できると。このデジタル人民銀なので、はい、菅野さんスマホ出してもらえますか、はい、これをねポンとぶつけるだけで、これお金を送れたというような機能もあるんです。おでもね、そのお金を送るっていうところで言うと、例えばあの、まあ、日本でもね、LINE PAY とか PayPay とか、こういう電子マネーって結構割り勘機能って打ち出してるじゃないですか。はいはいはい、あの飲み会でみんなの割り勘をこう瞬時に行きますよみたいな。だからここの送金機能って別にこれまでのやつもありますよ、ね、はい、スマホ同士をこうやって送金する機能、はい、ありますね。あるんですけど、その割り勘の支払いとかって必ずインターネットを介してますね、取引。まあ確かにね、基本的にはこれ通信して、ね、あのやり取りしますよね。要は別にこれ自体にお金入ってるわけじゃないから、ね、まあ、やり取りします。あの通信して、こう返してやりますよね。そうですね。はい、つまりこれ、電波がない場所だと使えないわけですよね。まあ、だから富士山の樹海とか、ね、富士の樹海とか、まあ多分本当に海の上とかは多分ダメですよね。そうですね。はい、このね、デジタル人民元のアプリの場合は、はい、電波がなくても使えると言われて先ほどやったみたいにポンとぶつけるとスマホを、はい、それだけでネットがなくても電波がなくても取引できるような仕組みが搭載されると言われています、はい、現金を渡した時みたいにですね、まあ、いつでもどこでも誰でも使えるということが、現金を現金であるというふうに、まあ、理由づける一つの条件なので、デジタル人民元も国が発行するお金だからそれはできるようにしましょうというような機能が載るんです。いわゆるこう本当の財布になるということですね。そうですね、はいはい、そういう形なんです。ただこれまあね、うん、まあ、言い方ですけど所詮中国だけの話であって、うん、まあ、これがじゃあ世界とか、まあ、強いて日本にどう影響するのか、まあ、どんな、まあ、影響をもたらすのかっていうところがちょっと疑問には残るんですけど、そのあたりっていうのはどういうことですか。はい、それがまさにこのテーマになるんですけども、はい、まあ、中国の野望、はいはい、人民元経済圏ということで、はい、まあね、その中国がデジタル人民元という電子マネー、新しいものを作りました、それで便利になりますねという話だけであれば、はい、まあ、こっちの現地ニュース止まりだと思うんですけども、うん、まあ、そうじゃなくてね、あの、日本や世界の主要国にとっては非常に将来的に脅威になるかもしれないと言われていまして、だからこそこのデジタル人民元どうなるのかというのが注目されているわけなんですが、では何が脅威かと言いますとですね、人民銀行の元総裁が上海で開かれたあるイベントでこんなところを口にしたんです。これご覧ください。人民币啊，在一带一路人民投资啊，而且推而广之，在全球啊扩大以人民币的对外投资，我觉得这个是未来发展的一个非常重要的啊方向。那么通过数字货币来推进和扩大人民币的国际化，谁占有制高点，谁赢得未来。あの通貨の主導権を握る。かなり強い言葉ですね。そうですね、あの野望感があるなと。ありますね、野望感ありますね、感じるような、はいはい、声でしたけども、まあ、今世界の取引で4割以上がアメリカのドルで支払われているんですよ、はい、まあ、古くはね、イギリスがまあ経済を握ったんですけど長らくね、あの今はもうアメリカが握ってますよね。そうですね、まあ、あの経済の規模も大きいからもありますけども、はい、中国経済規模非常に大きいじゃないですか、はい、でも人民元のシェアというのはわずか 2% ぐらいありまして、なので、まあ、中国としてはこのドルの覇権、はい、ドルの地位に対抗しようと、でその切り札となるのがこのデジタル人民元というふうに、あの位置づけられてまして、はいはい、まだどの国も国の通貨としてのデジタル通貨っていうのを発行してないんですよね、はいはい、まあ、カンボジアなどは、まあ、ちょっと試験的に今始めてはいますけども、はいはい、もし正式にリリースした場合、中国のデジタル人民元は主要国の中でもね、初になるだろうと言われています。それを特にね、そのアフリカとか東南アジアの発展途上国に持っていきますと、そうするとどうなるのか、
自分の国の通貨の価値っていうのが非常に不安定、インフレしたりとか、そういう自分の国の通貨が不安定な途上国で価値が安定していて、かつスマホで使えてやるより簡単というこのデジタル人民元を持っていけば一気に普及するだろうと、使ってくれるだろうと。まあ、確かに、ね、途上国なんかやっぱりその貨幣を、まあ、紙幣とか貨幣を前提が違うんじゃない、流通させるためにインフラっていうのを作るのが大変だからっていう国もたくさんありますからね。そうですね、はい、まあ、銀行口座持ってないのたくさんいるわけで、はい、そうですね、まあ、そうするとこれがあるとね、まあ、信用も、はい、あの便利さっていうのも全然違うと、まあ、いわゆる人民元のデジタル人民元の経済というのを作っていく。そうですね、あの、はい、そうするとどうなるのか、あの、はい、中国にとってはね、その、はい、ドルを使わずに人民元で取引ができる国っていうのが増えるわけですね、はい、相手国でね。そうすると中国としては欧米の銀行を通す必要がなくなったり、まあ、中国の資産家にとってみてもアメリカに銀行を置いておく必要が なかったりとかするわけですよね、うん、そうすると例えば中国のその資産家の銀行口座を凍結したり、アメリカはよくありますね、はい、はい、まさにそういう、まあ、アメリカの経済制裁の、まあ、切り札的な部分が全く中国に効かなくなる恐れがあるというわけですね、うん、まあ、それでいうと今やっぱり米中の対立は激しくなってますよね、貿易摩擦、まあ、あとファーウェイを巡ってですとか、うん、まあ、テクノロジーの部分でもすごい対立をしている、まあ、そういうこともあるとやっぱり中国からしたらできるだけそこのドル依存の社会を変えてしまいたいと思いますよね。ドル依存からできるだけ抜け出したい、まあ、こう思うのは、まあ、当然かもしれないですね。その通りだと思いますね、はい、あとはですね、実はこの最近発売された雑誌でも、はい、そうしたあの中国のアメリカに対する態度というのははっきり書かれました、はい、先ほどの、まあ、元副総裁人民銀行が表紙になってますけれども、はいはい、人民銀行が半月に一度発行している、まあ、中国金融という雑誌の最新号でして、はい、ここの中で改めてアメリカのドルをの覇権を打ち崩すというふうに、まあ、論説としてはっきり掲載しまして、はい、まあ、これまでですね、まあ、人民銀行そこまではっきり言うこともなかったんですが、今回の最新号ではそれをもうもはや隠すこともないという形で論説に掲載したというところなんですね。はい、といったところでここまでがですね、あのデジタル人民元に関する、まあ、基本的なといいますか、まあ、すでにあの広く知られている話の整頓だったんですけども、はい、次の動画ですね、こちら、はい、まあ、脅威はすぐそこにということで現地の最新情報をまとめましたんで、そちらからお伝えしたいと思います。はい、そういうことですか。本日 MC を務めさせていただきます立憲パートナーズのウッチーと申します。よろしくお願いいたします。今日はヌーン中崎町にありますヌーンプラスカフェのご協力いただきまして、今まで自営業をされている方、また自営業をされていたパートナーズと枝野さんの対談ということで今回開催をさせていただきます。またあの対談の中でもあの話になると思うんですけども、ここヌーンプラスカフェは風営法裁判で無罪を勝ち取るなどカルチャーを守ってきた現場です。その現場で暮らしと政治をつなぐそんな機会を本日は作っていきたいと思っております。今日はよろしくお願いいたします。短い時間なんですけれども、これから枝野代表をお呼びして、また立憲パートナーズと一緒にこの場を囲んでお話をしていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。ではそろそろですかね、枝野代表来られてますかね。あとですね、今日あのちょっと後半の方に、大阪のですね、国会議員にもお話を聞きたいとも思っておりますので、皆さんマイクを回したいと思います。よろしくお願いいたします。あ、では今枝野代表ちょうど到着されました。よろしくお願いいたします。あ、こちら座っていただければと思います。今日はよろしくお願いいたします。あと本日ですね、ここのヌーンプラスカフェの、元オーナーの金光さんもゲストにお呼びしております。よろしくお願いいたします。
ではこれからのお話の方させていただきますので、少しお互い短く自己紹介もさせていただきながら話に進めていただければと思います。よろしくお願いいたします。僕の自己紹介です。もともと8年前にここ2009年の、ダンスさせてはいけないというので逮捕されて、でそれで、まあ、4年間戦って最高裁で一応無罪確定して、なんとか法律もちょっと変えていただいて、でその時にちょっとね、いろいろダンス議連で福山さんにちょっとお世話になったんですけど、緊密で、その後まあ、逮捕された時に、こう営業停止になるということで、ちょっと僕の名前やったら6ヶ月の営業停止だったら店潰れちゃうと思って、もうじゃあ名前変えて、ただ僕はもうこの店のサポートとして今イベントなりそのライブ配信なりいろんな運営の方のお手伝いもうメインでやってますので、そういういきさつです。このお店は、16年前のダウンというお店から考えて遡ると26年このお店でライブそれで DJ イベントその他やってます。では代表から少し挨拶の方でしていただければと思います。はい、皆さんこんにちは。立憲民主党、9月15日にリニューアルをして、国会議員150名、まあ、ようやく政権の選択肢目指しますと、言っても叱られない規模になったかなと思ってます。より今まで以上に明確に、支え合う社会、自己責任から支え合う社会ということを掲げて頑張っていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ではこれからどないやねん政治ということで、枝野さんとその現場の声をつなぐということで話の方を進めてまいりたいと思います。ではよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。これ私からお尋ねするんですね。はい、今の先ほど のダンスの性の話も聞きたい話なんですが、やはり何といってもこのコロナの影響で、はい、私は東京でライブハウスでいろいろ需要を伺ったりしたんですが、はい、どうですか、この影響の度合いとか状況というか。そうですね、一番まだ遅かった方なんですよ。3月まだカフェと併設してやってますので、そんなに影響はなかったんですけども、3月から、ちょっとずつイベントがなくなっていって、まあ、その主催者がどんどんキャンセルの申し出が、で、とどめは、4月の志村けんさんが亡くなったというところから次の日から全くお客さん来なくなって、で、4月にある程度予定していた強気のイベンターさんもみんなキャンセルになります。そこから売り上げっていうのがもう半分 50% とかじゃなくて、もう 90% 減です。もうだから4月、5月、6月っていうのはもう 90% 減で、でその後解除された後、まあ、少しずつちょっと戻ってきたんですけど、また第二波的なやつ、そこでまたガクンと落ちました。でそこからそれが一番きつかった。第二波の方、第二波の影響の方がとどめ刺された感じで、例えばこれ第三波で冬になったら多分もう立ち上がれないライブハウスなんていっぱいいるんちゃう。持続化給付金とか、それから家賃補助とか、ちゃんとつまり効果的に届いている、はい、持続化給付金はおかげさまで結構ね、僕やってみたら簡単にはできて早く来たんですけど、ただ自分でやった感覚としては、家賃支援給付金に関してはちょっと面倒くさかったですね。これ野党の方が押してね、政府にやれって言ったんですよね、はい、でもただちょっとね、複雑でしたね。で、まだ僕はまだ家賃給付金はこちらの方で、まだ、なんていうかね、給付されてないです。されてない今途中です。はい、それ、持続化給付金も1回だけだと、その穴埋め十分にはなってないですし、ね、家賃もこれ、来たとしたんですね、はい、これも限度あります。うちこのお店個人でやってるんですよね。持続化給付金の場合、法人の場合200万、個人で100万、何それって言うんですかね。なんで個人と法人で分けるのか、規模の違いとかじゃないのかと思いながら、まあでももらえるだけありがたいなっていうぐらいの気持ちです。みんなこのクラウドファウンディングやってるお店とかバーッ出てきたんですよ。ただ僕らもやろうかってなったんですけど、いや僕らが助かっても DJ、はい、ミュージシャン、はい、その絵描き、はい、でどうすんの、で裏方支えてる PA の人、はい、続きが
その国よりもっと複雑なんですよね。いやもう払いたないんかなっていうぐらいの感じで、来年はもう少しになってはいけない。今どれぐらいですか、減り方って。もう期待してもらってる、もらってるとか期待してもらってるんじゃないですけど、すごい感じたので。え、こんにちは、衆議院議員の辻元清美です。私は大阪に必要なのは火事の地ごて文化を話す総理って言ってたので、ここはノンクラブとか、ライブハウスからは、でさっきも話あったけど、いっぱい素敵なアーティストが生まれてます。例えば私はサザンのファンなんだけれども、桑田佳祐とかサザンのメンバーもライブハウスから出てきてるんです。ライブハウスでバイトしてたりしながら若い時やってたわけですね。で坂本龍一さんもそうやし、それから、まあ、私らの上の世代ビートルズとかもですね、まあ、イギリス の、あのライブハウスから出てきてるんですよ。そういう意味では次の文化を生み出す一つのもう本当に貴重な価値を持ってるのがライブハウスとかクラブやと思います。まあですね、大阪カジノとか言うてるけど、あんなもカジノなんかいりません。カジノよりクラブ、カジノよりライブハウス守ろう。今日それ言いに来ました。終わり。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に枝野代表から、はいはい、よろしくお願いいたします。今日は皆さんありがとうございました。やっぱり本当にあの現場で、ね、お花屋さんがこう地域の皆さんがつながる場になっていたり、もちろんあのライブハウス、クラブはそういった役割ものすごく大きいわけで、今コロナによって、まあ、もちろん命を奪われるのは一番困るわけなので、医療をちゃんともっともっと支えていかなきゃいけないんですけど、せっかく町の中にある、地域の中にある大事なものがこのコロナの影響でどんどんあの潰されていってしまうのをなんとか止めないきゃいけないと思ってるし、そんな中で政治のせいでそういったものをさらに潰していくというような、それがさっき言った新自由主義の流れだったと思うので、あのやっぱり変わりましょう、転換しましょう。僕自身がさっきの新自由主義からの脱却って方向性にあの何て言うんだろう、目覚めたというか気づいたのは東日本大震災でした。あの時にあれ、今までの社会おかしいぞと気づいて、そこから10年近く経って今度のコロナで確信をしました。ぜひ、こうした人と人がつながっていく、人と人が暮らしていく上の基盤になっているものをしっかりとみんなで支え合う。でもみんなでといっても、一人一人ができることには限りがあるから、それを政治が行政が担当になっていくという、そういう社会を作っていくことで、クラブやライブハウスや地域で頑張っているお花屋さんだけじゃなくて、本当に小さいお店だけれどもそこが地域の憩いの場になっているバーもそうです。そういった場がちゃんと成り立つような社会を作っていきたいと思います。そのためにはあの今日もご指摘いただきました、分かりやすく、自民党に負けないように、10秒で語れる、話をバンバン打ち上げながら、でも聞いていただける方にはちゃんと中身を詳しく説明して分かっていただく、両面で頑張っていきたいと思いますので、大阪立憲民主党、非常に厳しい市なんですけど、辻元清美のパワーを先頭に、みんなで頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございます。本日のですね、配信の方、本当に皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。今日本当にあのこの場であのこういったお話ができるっていうのが本当にあれあの嬉しいですし、ここはですね、実はあの大阪の選挙区、まあね、去年の夏の大阪の参議院選挙ですね、選挙区亀石美智子さんが、関わってこられた。でそれは風営法裁判であったりとか、でこの間もあの無罪で確定しました、ね、裁判にも関わっておられた。本当にそのカルチャーを守るために頑張ってこられた。でそこで、まあ、皆さんこの選挙を通じてですね、知り合った仲間とこういった形でまた立憲パートナーズということで一緒に立憲民主党を応援しているというような、それが今の、あの立憲民主党なんです。
僕も本当に皆さんと一緒に関われて、こうやって政治に関わることができるっていうのは本当に楽しいなと思ってますし、何よりもやっぱり続けることが大事かなと思うんです。で、考え続けること、実践し続けること、あとはこうやって支え合い続けることとか、とにかくこれね、なかなかうまくいかないし、そんな簡単なもんではやっぱないと思うんですけども、とにかく辛抱強く続けて、なんとかいい社会を一緒にみんなで作っていきたいなと思っております。残り1分と出てるんですけれども、皆さんどうでしょう。今日はお話ししてみて、もしご感想とかあればもう大丈夫です。はい、選挙勝てるように頑張ってください。やはり僕は一票しかないんで、うん、はい、でも実は自民党と公明党って最近の国政選挙 49% しか取ってないんですよ。 50% 以上の人はそれ以外のところに入れているんですよ。だからちゃんと戦えば勝てると思っているので頑張ります。はい、すいません、バタバタと。では、今日の、ですね、どないやねん政治アットライブハウス、枝野が現場の声を聞く、配信ご覧いただきましてありがとうございました。では本日これで終了とさせていただきます。ありがとうございました。こんなやってんだ。皆さんこんにちは、ヤオパトクです。今日本学術会議ですね、非常に話題になっておりますね。で、これですね、菅政権を批判するための材料に使われているようですけれども、逆にですね、学術会議って何なのよって話に、ね、なっている可能性があります。というのはですね、この話が出なければほとんどの人はですね、日本学術会議なんていうものの存在とかね、あるいは何やってるかなんていうのを意識したことなかったと思うんですよ。少なくとも私はそうです。ニュースになったから、これってどういう団体なのと、おかしいんじゃないのって今思ってるんですよ。まあ私はですね、2つの点でこれってどうなのと思ってるんですけども、一つはまずですね、ここの団体っていうのは防衛技術も含めて軍事研究はするなって言ってるらしいですね。でもう一つはですね、この組織のあり方がおかしいと思ってるんですよ。なぜかというと共産党とそっくりだから、こういう組織は私は危ないと思ってるんですね。でまず第1点目なんですけど、私はですね、一人の日本人として思ってるのはですね、日本に向けて飛んできたミサイルがですね、日本に届く前にレーザーでも何でもいいですけどね、途中で撃ち落としてほしいと思ってるんですよ。そういう技術を開発してほしいなと思うんですね。この話はちょっと前にしましたが、レーガン大統領の時にですね、スターウォーズ計画でアメリカに弾道ミサイルが飛んでくるとですね、それをもう途中で撃ち落とすと、アメリカそれやるんだって言ってたんですが、この技術って結構難しいらしくて、未だに完成されてないんですけども、最近私が見たニュースの中ではですね、アメリカはかなりエネルギーの高いレーザーを実用化しそうだって話ですよ。もしこれが実用化されるとですね、レーザーはもう光の速さで、ね、行きますから、途中補正しながらですね、ミサイルに当てていくっていうことができるようになると思うんですね。ミサイルをミサイルで撃ち落とすってなるとなかなか難しいですけど、レーザーで落とすとなれば不可能ではないと思います。これができればですね、防衛という面ではかなり安全になってくるんじゃないかなと。例えば
核弾頭とかもね、これをですね、独裁者がですね、使ってやるんだって土地狂ったとしたら、これ結構危ないんですよ。ですけれども、ミサイルを発射した直後にですね、これを撃ち落としちゃえばですね、日本は安全。なので、なんでそういう研究しないのかなと思ったんですけれども、なんとなくこれ、やれそうじゃないですか、技術的には、今となったら。だけど、そういう研究しちゃダメよっていう、ね、ことを、まあ、学会の元締めみたいなところが言ってるからなんですね。さらに言えばですね、最近ドコモ口座、銀行から知らないうちにお金が抜かれてるっていう、あるいはサイバー攻撃ですね。これはですね、軍事的にも非常に懸念されてるんですよね。銀行のようにですね、セキュリティのレベルが高いと思われているところまでまんまと攻撃されてしまっている。こうなってくると政府とかね、自衛隊のネットワークどうなのっていうのも気になってきますよね。なのでそれを防衛するっていう研究もしなきゃいけない。これはどうなってるのか。もしそっちをですね、本気で研究していれば、それはですね、民間のセキュリティを高めるために転用できる技術になるので、そっちもやってほしいなと思いますね。そもそもがですよ、インターネットっていう技術はもともと軍事的に開発されたものだって確か私そういう記憶あります。詳しい方いらっしゃったらコメントいただきたいんですけど、確かあれはもともと軍事技術だったと思いますよ。なので軍事技術だったら何でもダメだとか言ってるとですね、国の発展に対してはマイナスになる可能性もかなりあると。まあ、私はですね、無傷で日本を守れるような技術っていうのは積極的に研究開発するべきだと思ってます。ですけど日本の官僚組織と同じように、先輩たちがずっと言ってきたことを急に変えられないんですよ。予算使ったらその分税金で取らなきゃいけないっていう考え方が日本の景気悪くしてるのと同じで、ずっと昔の戦争アレルギーの頃の人たちが防衛も含めて軍事研究しちゃダメだとか言ってるのが未だにずっと踏襲されてるわけじゃないですか。これはちょっと私ね、おかしいんじゃないのと思ってますが、多分そういう組織って若手が言ったって長老みたいなボスみたいなのが言うこと聞かないんだと思います。そういう人たちにおそらく結構強い利権というか権限というかね、あるんだと思いますね。だからそういうところ私はおかしいなと思いますね。そしてもう一つ、この組織のあり方、なぜ共産党なのかっていうとですね、共産党の特徴っていうのはエリート支配なんですよ。一部の頭のいい俺たちが全て決める、他のやつらは黙って俺たちの言うことを聞いてりゃいいんだっていうのが共産党です。例えば計画経済とかもですね、頭のいい俺たちが決めた通りにやってりゃ全て回るよっていう、そういう発想なんですよ。なので自分のこと頭いいって思ってる人たちはですね、一時期共産主義とか社会主義にハマった、バカに発言権与えるからダメなんだよと、俺たちが全て決めてやるよって、そういう考えなんですけども、その考え方自体が実はバカだったんですね。世の中のあらゆる分野にですね、専門性っていうのがあるわけです。まあ、私いつもたこ焼きの話して申し訳ないんですけども、たこ焼きを作るんだって商売でやるのは大変です。どうやって焼くのか、この時期にはどのぐらい仕入れをしたらいいのか、全てノウハウ知識が必要ですね。それは社会のあらゆる分野にそれがあるわけで、それぞれの専門家に任せた方がいいんですよ。一部のエリート、どんだけ頭いいか分かりませんけど、そいつらが全て決めるなんていうのはうまくいくはずがないんですけども、共産主義っていうのは全部俺たちが決めるっていう考えなんですよ。だからうまくいかないんですね。習近平はですね、ありとあらゆることね、自分で決めようとしてますけれどもね、そのせいでですね、経済問題一つとってもアクセルとブレーキ同時に踏むようなことやっててね、もうこれダメだわと。さらにはですね、自分たちの力量を考えずにですね、周辺国と軍事的な緊張を高めまくっている。ちゃんとした軍事の専門家とか経済の専門家に任せるっていう意識がないわけですよね。他の人たちの意見を取り入れるっていうマインドじゃないってことです。で、学術会議の話に話戻しますと、彼らっていうのは膨大な国費を使っている、下手すると終身年金があるってじゃないですか。さらにですね、4兆円とも言われている予算配分に実質的に大きな影響力を持っている。どういう研究にどれだけお金を配分するか、それは彼らの意見というのはすごく重要なんですね。多額の国費の行き先を決めてるって言っていいわけです。国の予算をどう使うかってことに関しては、国民が最終的にコントロールできる、監視できる仕組みになっているのが普通なわけですよ。行政の長の総理大臣がですね、国会議員から選ばれることになってるんで、選挙っていうものがあるわけですよね。
大多数の国民からそれおかしいんじゃないのってことはできないわけですよ。ところがですね、学術会議の場合はですね、誰がメンバーになるか自分たちで決めるよって言ってるわけですね。それに対して総理大臣が、いやその人はちょっとやめてくださいって言ったら、いや総理大臣は俺たちが言った通りに選ばなきゃダメだよ、そんなの拒否したら政権がぶっ飛ぶぞみたいなこと言ってるわけでしょ。何様なんだよっていうふうに私は思いますね。この考えが、これが共産党だって言ってるんですよ。私は学術会議の方から上がってきた推薦をですね拒否ったら、これは学問の自由を侵害することになるとか言われてますけどね。でそれは当たり前かのようにマスコミが誘導してますけどね、学問の自由の侵害にならないでしょう、こんなのは。多分政権批判みたいなことを言うと、学術会議のメンバーになれないから、じゃあやめとこうって人が出てくるっていうことを言ってるんだろうと思いますけど、それでやめるような研究だったら最初からすんなよって思います。別に政権批判したら捕まるとかね、中国みたいに。最近もですね、習近平批判した人がね、懲役十何年かになったって話題になってます。もともとこれね、共産党幹部の第2代目のね、結構な大物っていうか、まあ中堅どころの人なんですけどね、懲役刑食らってますけど、そういうことやってるわけじゃないでしょう。研究は自由なんだから。むしろ学術会議っていう、これはまあ言ってみればですね、特権集団みたいなもんですよ。学者は87万人いるんでしたっけ、日本に。その中のほんの一部でしょう。そこに入ること自体がなんか特権のように私は思いますね。そこに入るために自分の意思を曲げて研究内容を変えるようなのが出てくるかどうかって、そんなこと考える必要ありますか。そんなのはもう学者として二流三流、そういうのが出てきたら困るなんていうのはね、考える必要ないんですよ。今までは学術会議が挙げてきた人たちをそのまんまですね、承認するっていうのが、任命するっていうのが慣例だったようですけれども、その慣例自体がおかしいんだと。で解釈変更になっちゃうとか言ってますけど、解釈なんていうのはですね、時代の変化とともに変えていけばいいんですよ。菅さんは選挙で選ばれてるんだから、もしそれがおかしいっていうんだったら次の選挙で落とせばいいだけのこと。学術会議の方にはね、そういう民主的な統制全くないんだから、自分たちで好き勝手やってるわけだからね。政治家の方が国民の納得を得なきゃいけないっていうふうに思っているわけなんで、本来だったら波風立てないでやってる方が安全なんですよ。危険な橋渡ってでも一石を投じてるって私は思いますね。でしかも今回のことによって多くの人がね、学術会議っていうものはこういう組織なんだ、ちょっとおかしいんじゃないのって思ってる人も多いと思いますね。特にね、その終身年金って何あれって、学術会議のメンバーなんてもう豊かな人たちでしょ。そんなのにさらに年金出すぐらいだったら本当に困ってる人の方に使いなさいよって思います。おそらくこれは非常に古い仕組みで、かなり大物の学者でも経済的な基盤が薄かった、老後ちゃんとした生活できないと困るねっていうことで作られた制度なんじゃないですか。今は時代が違うから、そっちの人たちは困ってないから、困ってる人にお金を回していってほしいです。私はまあとにかくですね、国民が選んだ代表がある程度コントロールできないような組織、自分たちで全て決めるんだ、そしてその在り方を変えようとしたら、これは学問の自由だなんだかんだ言ってね、自分たちがあたかも全ての学者の代表みたいなことを言ってくる、この組織結構私はやばいと思ってます。ということで今回の話はここまででございます。また次回お会いしましょう。シャク。よし、食べた。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。